皆さんこんにちは今回の授業は双曲線の一般形についてです前回の授業では楕円の一般形について解説しました、えー、展開整理された XY の二次式が与えられたそれを平方完成して中心というものを読み取りました円の方程式の中心、えー、円の方程式の中心と同じような読み取り方をしたわけです今日の授業は 楕円から題材が双曲線に変わっていきます。その双曲線についてもやはり x と y の二次式の平方完成を行う計算から入っていきます。では今日は問題から入っていきますね。はい、問題が出てきました。双曲線 C と書いてあります。方程式は x 次乗マイナス 4y 次乗プラス 2x プラス 16y マイナス19イコール0です。 はい、これは XY の二次式として展開整理されて与えられたものです。これを X 次乗とプラス 2X のところを見て平方完成。次にマイナス 4Y 次乗とプラス 16Y のところをよく見て平方完成する。前回学習した楕円のところの計算と全く同じです。ただし最終的な式は双曲線の方程式が今回出てくるわけです。では早速計算に入っていきます。 重要なことですから、コメント、一言コメントを入れときます。まず、平方完成をするです。平方完成をするから、まずエックス二乗とプラス二 x を最初に書いていきます。 この式を x 次乗プラス二 x を見て、次平方完成するわけで、ね。はい、その次マイナス四 y 次乗とプラス十六 y をここに入れます。ただし。y 次乗の係数がマイナス四なんです。y 次乗の係数がマイナス四ね。マイナス四でくくっていくというわけです。マイナス四括弧 y 次乗で入ったよね。y の一乗はここだよね。 プラス 16y プラス 16Y でということはここはマイナス4 y と書くわけですはいこれでマイナス4 y 次乗プラス 16y の形になってますねはいでは平方完成しますね X の1乗の係数はプラス2ですからはい平方完成をしていくと x プラス1括弧二乗ね。x プラス1括弧二乗展開すると x 二乗が出てくる。かけて2倍でプラス 2x。あと定数項が1の二乗プラス1が現れます、えー。プラス1はいないから1を引き算して取り除きます。はい対応させておくね。 x 次乗プラス 2x 平方を完成したら x プラススマイナになったその次平方を完成するのはここだからね小括弧の中今赤波線はっきり見えてるかな赤波線 y 次乗マイナス 4y を平方完成するわけ当然マイナス4でくくってねじゃあマイナス4でくくっていきますマイナス4中括弧ですはい y の マイナス4の半分ねマイナス2を使って平方完成が始まりますこれ展開すると y 次乗マイナス 4y それとプラス4が出てくるよねプラス4を引き算して取り除きますこれで平方完成ができたわけで 赤の波線のところに対応する式は y-2-4 です、はい、あとは x 1 4 y く2の二乗とあとは定数項を同類項処理すればいいわけで、ね、ちょっと定数項はこの計算いくつになるかチェックしてみましょうマイナス4とマイナス4マイナス4とマイナス4がかかってプラス16ねプラス16その後ろにく1 9がいます。 十六引く十九、マイナス三、マイナス三。そして、ここにマイナス一がいるから。定数項は合わせてマイナス四。合わせて定数項はマイナスよね。それをマイナス四を右辺に移行すると、プラス四に変わっていきますね。じゃあ、その式を入れると。 はい、少しかっこ事情を引くかっこ事情を引く4倍のかっこ事情イコール =4。双曲線の方程式の、えー、標準形に類似した形になってきます。双曲線の方程式は？はい、右辺の定数項が1。あるいはマイナス1だったんだよね。はい、この4を1にしましょう。両辺を4で割る両辺を4で割ると双曲線の標準形に類似した形になります。それが。 双線 C の方程式なんですはい4で割るとちょっと影になってて見えなかったかもしれないからはっきりと確認してください。両辺4で割りました。 4分の x+1=1 す乗引くことの4で割られたからこれね1になってしまって y くに =1 ですはい前回の楕円と同じような式変形をしたわけそして双極線の中心という言葉が問題文に入ってるよね双極線の中心は円の方程式ね数学2で学習した円の方程式の中心の読み取り方と同じね 括弧の二乗の中身がゼロになるような。X. と Y. の値が中心でした。前回やった楕円についても、その方法で中心を説明したよね。括弧の二乗が、括弧の二乗の中身がゼロになるような X. と Y. の値が中心を与えます。これより。中心は。 ここ見るとマイナス1が見えますね。括弧 x たす移の括弧の二乗をよく見ると円の方程式と同じような感じで中心を有マイナス1。後ろは y マイナスに括弧二乗ですね。y イコールに 2, 2が中心になります。はい、そうすると中心はマイナス1コンマに。はい、ちょっと影になっててここ見えなかったかもしれないから。 しっかりと確認しましょうね。前回やったのは楕円だったからここがプラスだったんです。前回の授業では楕円で平方完成やってここがプラスね。そして楕円の方程式の中心は円の方程式と同じように読み取ればオッケーだよって話をしたね。今回は双曲線ね。ここがマイナスです。でも中心の読みと読み取り方は数学2で学習した円などと同じ。前回やった楕円と同じように読めば OK よよ。 x たす1かっこ次乗と y 引く2の括弧こ次乗を見ればその読み取りは中心はマイナ -1 かんま2になります中心が得られましたよねでは次頂点と焦点を求めていきます頂点と焦点ね今ここの c に対してここの双曲線 c というのは双曲線 c というのは今一般形になっているわけ標準形というものがあります標準形ね標準形というのは標準形というのは えまず双極線を学習した時の A 字乗分の x ナス -B 字乗分の y 字乗イコール1ね一番シンプルな形それが標準形ですこの C から C の方程式からねこの C を与える標準形の式を書いていきますはいここはっきり確認してくださいね次の括弧字乗の下の分母は実は分数記号ないけども 1>, 1分のなんですよね1分の省略されているわけねはいではちょっとここが板書が詰まってきたので板書の位置を切り替えてこの式を与える標準形を C0 として話をしていきますはいここから書きますね 標準形を c 零という名前つきました。四分の x 以上、ここは一分のは省略されて y 以上イコール一です。双曲線 c の一般形を与える基本となる標準形を作ったわけで、ね、四分の x 以上マイナス y 以上イコール一です。はい、c 零の頂点は。 これだったら頂点簡単に読めるんです。はい、c0 の頂点は x 字乗の下の分母で読むわけね。この4はここの4は2の2乗なんです。そう、a 分の x 字上のあ、a 字上分の x 字乗ね、a 字上分の x 字上に当たる a が2になってるわけです。その2を使って頂点は 2カンマゼロとマイナス2カンマゼロなんです。えー、大事なことだからちょっとここにメモ入れておきますね。a 二乗分の x 二乗引くことの b 二乗分の y 二乗イコール1の頂点。忘れてしまってたらまずいからね。 頂点は。プラスマイナス A. カンマゼロだったんです。はい。標準形 A. 二乗分の X. 二乗。マイナス B. 二乗分の Y. 二乗イコール1の。頂点はここの X. 二乗の分母にある A. で決まるわけです。頂点はプラスマイナス A. カンマゼロです。はい。ここが2の2乗だから頂点は2ゼロと。マイナス2カンマゼロです。 そしてこの下に焦点入れておきますはい、焦点はどうすればいいんだっけ焦点の C はどうやって A と B と関係持ってましたちょっとここに落書きするねはい、焦点というのはこういう関係を持ってたわけですこれすぐに消しますからね ここに書かれている A と B と焦点に使われる C は C 次乗イコール A 事乗足すすいませんここ B 次乗ですね C 次乗イコール A 事乗足す B 次乗でしたはいこのもんそうすると、えー、C 次乗イコール A 事乗足す B 次乗だから焦点は C イコールにすると C はルートがかぶります C はルート A 事乗足す B 次乗になりますそのことから焦点はプラスマイナスルート A 次乗 プラス B 次すここのところがね今赤のチョークで書き出したところがパッパッパッって出てこないと思いますよいい頂点と焦点ねはい C0 の頂点は2カンマ0とマイナス2カンマ0では焦点はこの赤のチョークで書き込んだ公式に当てはめると A 次乗が 4A 次乗が4 B. 二乗はこれ一分のだから、B. 二乗は一なんです。焦点はプラスマイナス。ルート五カンマゼロなんです。はい、皆さんあれっていう顔してるよね。標準形 C. ゼロを作成して、一生懸命 C. ゼロの頂点と焦点を出したんです。 求めているのは最初に登場した問題文の双曲線 C の頂点と焦点なんですどうしたらいいかというとここがポイントなんです ポイントこれらに中心の座標を加えれば C の頂点と焦点とになるんですはい C の中心はいくつだったかはい前の黒板のところに行って確認しますはい戻ってきましたちょっとおかげになったけどこれだよね C の中心はママイナス頭の中にインプットしたね中心はマイナス1カンマ2ですマイナス1カンマ2ね。 はいこちらに戻ってきました中心はマイナス1カンマにねマイナス1カンマにじゃあ C の頂点出します今 C の中心はマイナス1カンマにね 頂点は、えー、中心がマイナス1カンマ2だったね。中心の x 座標のマイナス1、中心の y 座標の2を加えてるんです。ここにね2ゼロに中心の x 座標 y 座標を加えたマイナス2カンマゼロに中心の x 座標と y 座標を加えたわけ。そうして焦点の方も同じようにあります。 焦点はプラマイルート五カンマゼロです。これに中心マイナス一カンマ二を加えるわけです。はい。マイナス一、二、マイナス一、二。 マイナス1、2を加えましたよね。これが求めるものです。ちょっとここの最後一行ギチギチになっちゃうけども、ここにすべてのものを書き込みます。頂点はここが、えー、1ガンマにですね。 で最後焦点ちょっと字が小さくなってギチギチになってますけどもはっきりと見えるかな1カンマに次がマイナス3カンマに最後これはこのままになります0たす2だけ計算するわけです はい、最後のところ、はい、ゆっくりと見てくださいね今、えーこ,こ,の行えー、ここの行とこの行の計算結果をギッチギチで下に書き込みました2ス1と 0+2 が最初1カンマ2その次− 2く1カンマ 0+2 が計算されてス3カンマ2焦点のところは 0+2 だけの計算となります。はいこれが 重要なんですねここのところをしっかり決めて中心の座標を加えればいいわけですでは全体の流れを軽く見ていきますはい双極線の方程式が与えられたらまず平方完成をしていく平方完成してかっこ事情の中をよく見て中心を確認する中心が確認できたら焦点とか頂点を求めるためにははい C を与える標準形を 設定して標準形における頂点および焦点を求めるポイントこれらに中心の座標を X 座標 Y 座標を加えていけば C の頂点と焦点になるわけです理解できたかなでは問題の解説はここまでとしますはい今日の授業で学習した問題のポイントをまとめておきます 今日の授業は双曲線の一般形についてなんですねまず双曲線の一般形 xy の二次式として展開整理されたものが与えられたらまず平方完成、平方完成してこの形をしっかりと作るわけです a 次乗分の x-b 括弧次乗引くことの b 次乗分の y-q 括弧次乗イコール1に変形すると括弧次乗の中身から 楕円や円の中心の読み取り方と同じようにして中心 p マ q が読み取れますまずこれをしっかりと計算するそして双極線 C の頂点や焦点を求めるときには C を与える標準形今標準形は C0 と名前を付けて A 字上分の x 字上 -b 字上分の y 字上 =1 標準形 C0 を設定します。そしてのの式の 頂点を読み取る。c0 の頂点はプラスマイナス a カンマゼロになります。そして c0 の焦点、c0 の焦点はプラスマイナスルート a 二乗足す b 二乗カンマゼロになります。これは問題を解説するときにも赤のチョークで公式的に入れましてね。はい。ここを c0 の頂点、そして c0 の焦点をしっかりと計算してあげる。最後にやるのはここです。 中心の座標が P,、ね、問題の解答の途中で言ったように C の頂点 C の頂点に中心の座標 PQ を加える X 座標には P を加える Y 座標には Q を加えるって言ったよねそれが最後のこの赤四角の中のまとめです。はい、C の頂点はプラマイ A カンマ0にまず X 座標はプラス PP が加えられる。 そして y 座標の方には中心の y 座標の q が加えられるこれで c の頂点になりますそして c の頂点を c の頂点を求める計算も同じね人差し指の先よく見ててね c0 の頂点にはいここ人差し指こっちに今映ってるね左手の人差し指ねはいプラスマイナスルート a 次乗す +b 次乗カンマ0にプラス p プラス Q 中心の X 座標、Y 座標が加えられてね、このようにして、C の焦点と C の焦点と C の頂点ね、出てくるわけ。これをしっかりと求めて、中心の座標を足す P、足す Q で行えばいいわけです。はい、ここしっかりと押さえておいてください。それではこれで今日の授業は終わりにいたします。はい、皆さんお疲れ様でした。